みんなが今怖がってるのは、まあ、戦争起きるんじゃないかとか、うん、あと財政破綻するんじゃないかとか、うんね、そういうリスクだと思うんですよ。えっとまあまあみんな本当は当んとは怖がってもしょうがないんだけど、はい、まずね、はい、まず怖がってもしょうがないってまず言っておきます、はい、しょうがないんですかしょうがないよだって <laughs> しょうがないよ対応を取るとかいう人もいるじゃないですかあのね、はい、これから起こ,るぶ起こる悪いことに関しては、はい その頭いい人が一生懸命考えて対策をしてます、はいはい、おだからそんな悲惨なことにはなりません、はい、あ、ならないですねそうですよそれはそうですよでもなんかででね住んでいいすかリラーでいいですけど、うんうん、これはもう絶対これは正しいんだけど、うんうん、想定外のことが起こるんですよ、うん、え？ だって想定外のことは何で起こるかっていうと、はいうん、想定内のことは全部対策してるからなんですよ、うんうん、だから対策してないことに対して想定外の事態が起こるんですよはい、はい、例えば福島第一原発のメルトダウンしたでしょ皆さんご存知の通りはい、はい、なんでメルトダウンしたかっていうと、うん、その原子炉を冷却するための冷却水を送るポンプの電源が、うんうんうん 壊れたからじゃないですか。それは何で壊れたかっていうと、津波が起きてきて、で、地下に置いてあった。そのポンプの電源が壊れたわけですよ。で、その、なんかプラグとかが、なんか特殊だったんで、それに対応できるのを持ってくるのに時間かかって間に合わなかったっていうのが真相なわけじゃないですか。で、津波が起こることを想定して、高台に。 ポンプ置いてれば何の問題もなかったそしたらもうこんなもちろんちょっとは報道されるかもしれないけど国民全員がなんか不安に思うみたいなことに絶対なんなかったしあんなすごい勢いでみんな避難したわけでしょ、うん、で除染とかしたいでしょめちゃくちゃ金かけて、うん、ああいうことにはならなかったと思うんですよね。うんうん、でもここれは年年とかかかに1回しか起らない津波だから、うん それはどうなんだろうみたいな話になるわけですようん、うん、結局は確率論なんで保険っていうのは確率論で書けるんでうん、うん、これはちょっとどうなんだろうっていう話だったんですようん、うん、まあ怒んないんじゃないの大丈夫じゃないのってなったんですよだからそういうことは世の中いっぱいあってだから想定外のことは必ず起きますだって想定外だからだから不安に思ってもしょうがないってことですかだから,だから、うん、えっとね、不安に思ってもしょうがないというよりは、うん 僕たちができる対策は、うん、想定外のことが起こった時に臨機応変に対応できるかどうかです。戦争起きたらどうするんでするでか、うん、っていうふうに考えるときに、うん、戦争が起きたらどうするかっていうのを、うん、事前に考えるのは、うん、偉い人たちに任せておきましょう。うん、へそうなんだそうすごいやばいあのそういうことはみんな当然考えてるわけですよ。 例えばですけどば、はい、別にそんなことをみんな言ったところで信じくれないかもしれないけど中国ってどういう意味か分かります 真ん中の国ってことそう真ん中の国ってことですよだから中国人は中国が真ん中で中国以外の国はみんな偏狂だと思ってるんです蛮族だと思ってるんですよ三国志とかそうですもんねそう北敵東医西中南蛮ですよはい僕たちは東医ですです東の恵比寿ですここも恵比寿ですけど野蛮な者たち野蛮な者たちなんですよ だから僕たちは例えばだから中国の皇帝に貢ぎ物を持っていくと「よっしゃよっしゃ」って言われて「お前日本国王に封じてあげよう」って言って倍返ししてくれるんですよ。それは貢献貿易ってやつなんですけどよっしゃよっしゃなんですよ基本的には。で中国が攻めてくる時っていうのは必ず異民族に侵略された時なんですよ。はあそうかそうなんです。確かかにそうななんんです攻めてて出いいだ 出てかないですだって別に出ていく必要ないんだもん。だってそんななんか田舎の辺境の国に何で俺たちが行かなきゃいけないんだお前ら来いよって話ですよ。両方十分あるしっていうそう別にだからお前らは親分子分の関係ですよヤクザのうん子分のところにわざわざ攻めてってなるほどしないでしょ親分支店潰しに行かないみたいな行かないでしょ行かないでしょよっしゃよっしゃでしょ金持ってこいよお前っつって。 ななんならお前金持ってきた分の倍返してやるよっていうのが親分なんで中国の皇帝親分はそういうそういう体質なんですよ。じゃあ中国台湾の戦争みたいなあの辺りはないっていうこと中国台湾はともかくとしてその日本に中国が攻めてくるってことはまあ歴史的に言うとありえないですよね。だし無理だと思う。 というのは核ミサイルをバンバン撃ち込むってことはあるかもしれないけど核ミサイルいくら撃ち込もうが国は滅ばないからね。そうなんですかそうそうでしょだって何百万人死ぬかもしれんが何百万人死んだじゃん太平洋戦争で死んだけど日本は別にいるじゃんあるじゃんだから国は滅ばないですよ。核ミサイルなんかいくら撃ち込んでも核ミサイルっていうのはもちろんたくさん大量殺戮できるけれども。 打ち終わったら終わりだからね。だってさそれで日本を焦土にしてもう焼き尽くして全国民を根絶やしにするぐらい核ミサイルを打ち込んだところでどうすんのこれみたいなその後何もなくなった日本を君たちどうすんのみたいな話じゃん。確かにそう だから上陸作戦をして占領し,しなきゃいけないんだけどうん、うん、上陸作戦ってめちゃくちゃコストかかるんですよウクライナをロシアが攻めたでしょはい、はい、攻めたよね、はい、でもまだ全然落とせてないわけです首都を落とせんじゃねえかとかって言ってたけどうん、うん、ゼレンスキー大統領を殺せるんじゃねえかとか思ってたけど、はい、全然できてないわけですよどころか今押し返されてるじゃん、うんはい 要は地続きの国ですらやっぱ2倍3倍の戦力が必要なんですよ、ねうん、そうか侵略は大変なんですね海を隔てるとさらに倍ぐらい必要なんですよ、はい、倍から3倍って言われてますね、はい、でもその中日、対それは実はでも中隊も同じですよだからその中隊も同じですよまあね揚陸艦とかが大変だからっていうのは分かるんですけどその 譲れず準備できるじゃないですか台湾を攻めるんだったらいやいやだから大変だって言ってるじゃないですか大変ですよそりゃってことは中台,中台のそこら辺のリスクっていうのは、まあ、言われてるけど、うん、これまあ、結局今回あのほら、うん、あの民進党の政府が倒れて国民党の政府になるんで。はい <laughs> はいはい だからもう心中ですよ。はい、簡単完全に心中よりで、うん、経済支配をす,、うん、する以上だと思いますけどね、僕は。